トネ大井空撮トネ川の水は、右岸の取水口から南へ流れる。取水口、陳謝地、分水口空撮トネオ大関は、埼玉県両田市と群馬県大浦郡地与田町の県境、トネ川、本川、川口から1 5 4トル地点に建設された、日本でも、屈指の規模を誇る席である。高度経済成長期において、東京都の水需要の急激な増大は深刻な、 問題となっていった。このため、建設省は、東京の水需要を多摩川から利根川に転換すべく、1963年に、利根道水路計画を立案した。もともと、東京を水害から守るという目的で、利根川当選事業を進めたという経緯があり、水利権の問題はあったが、時の建設大臣、河野一郎の政治的決断で計画されたと言われる。 1964年、東京オリンピックを前にして、東京は、溝の大滑水が起こり、危機的状況に陥った。東京都の緊急要請により、建設省は、浅霞水路を通して、緊急取水を実施した。その後、1965年には、荒川に秋ヶ瀬取水石が建設され、浅霞城水場へ導水するための整備を行った。 こうした中で、ト根川は、水資源開発促進法に基づく指定河川となり、水資源開発公団が、ト根川、荒川水資源開発基本計画に従い、ト根川から水道用水を取水するために、見沼大用水元入れがある地点に、ト根大関を建設し、首都圏の水需要に応えようとした。関は1968年4月に完成した。武蔵水路、 三沼大用水、埼玉用水路、火災用水路への導水を通じて、東京都、埼玉県への浄水道と、利根川中流部への考えオーラ用水路を通じての、群馬県オーラ地域への考え予浄水を使って、当時水質汚濁が深刻であった隅田川の水質浄化利根川は、酒自然訴状の南言河川と言われているが、1970年代を境に、 素状数が減少の一途をたどっていた。これに対し群馬県前橋市では有志が集い、鮭の放流事業を継続しているが、水資源機構は1983年から自然保護の一環として、鮭の素状調査を行い、鮭を席より上流に放流する作業を連年行った。さらに鮭の素状を助けるために、1995年から1997年にかけて、 従来からあった漁道の大改築を実施した。こうした、官、民の共同作業によって、鮭は、次第に、その素状数を回復させ、2005年には、トネ大一点で2000尾以上の鮭が、前橋方面への素状が確認された。このほか、鮎についても、素状数の上昇が認められている。さらに、鮭の素状を、間近で見られる施設である。 大井自然の観察室も関の一号漁道脇に併設されている。なお、関の上流側160メートル、下流側200メートルは、禁漁区域に指定され、釣りをはじめとした魚を取る行為が禁止され、それを示す標識が川岸に設置されている。禁漁区域を除く場所でも、水産資源管理のため、鮎は1月1日から5月31日まで、酒は、 年間を通して勤労期である。小学校教育指導要領社会における生活環境の維持、県の概要を知るなどの目標のもと、社会科見学のコースに導入している学校もある。武蔵大橋と舎大井関の管理用道路は、武蔵大橋と呼ばれ、道路橋として共用されている。全長687.2メートル、有効福音7メートル、後半桁橋の一等橋である。 1968年10月竣工。公費は7470万円であった。主要地方道である、栃木県道、群馬県道、埼玉県道2 0号、足利大ラ行田線が通過しており、地域の基幹道路として活用されている。中型、大型のトラックの往来の多い道路であるが、取付道路が両岸とも、急坂急カーブである上、 福音及び歩道が狭いため接触事故が多く、開通後から現在に至るまで数字にわたって、回収、補修が繰り返されている。武蔵大橋から上流は約 13km もの区間、片並津橋まで一般道の橋は架けられていない。ありがとうございます。